霧の村ということで、どうも皆さんこんにちは、向井です。だんだん物語も佳境に入ってまいりました。前回分かったこと、ビルヘルムって誰何にも分かってない。行きましょう。汚れの洞窟と汚れの道は繋がってるっちゅうことやね。そしたらあの穴んとこかね。行く前にさ、クリスのパンは食えねえか。じゃあこれをビルヘルムに渡してあげよう。下剤が欲しくば全て知ってることを吐けっつってね。じゃあ行きましょう。クリスのご両親もごめんなさい。私会いに行かないと、会って確かめないといけない。きっとちゃんと何事もなく帰ってくるから。行く前にさ、オーマイガーこれさ、洞窟の方行ってみようかなって思ったのよ。それどころじゃなかったね、これ。はい。洞窟に向かいたかったでーす。トーンダメだ。まっすぐ向かおう。こっち。オッケー、巻いてる。巻いてるぞ。いいぞ、いいぞ、いいぞ。偉いぞ、偉いぞ、中井さん。かっこいいぞ。素晴らしいぞ。なんてこった。これはいいぞ。素晴らしいタイムだ。さあ、これで、駅伝の公式記録を、汚れの道、入ろう。もう積極的に入ってたな。おいおい、お前何してんだよ。お前野犬には食われなかったのか。エクアリナ、そんなどうして。ああブブーじゃねえよ。刺してよ、生物刺してえな。刺してんな礼拝堂だよお前。こっちがさ、あれこの穴、少しだけ大きくなった気がする。気のせいかな。え、そういうホラー要素あるのこれ。帰れ。おお、ドスドスじゃねえよ、おい。ドスドスってなんだよ。待って。お願い、お話をさせて。帰れ。お腹が空いてる。何か食べ物。それでどうにか話をつけるしかない。こんなのあげちゃって大丈夫かな。でもお腹が空いてるんだよね。なら大丈夫かな、この根拠のない自信。まあ大丈夫でしょう。空腹なら何でも美味しく食べれるはず。これあげる。その代わり話をさせて。食ったよ、食ったよ。死んだ。死んじゃダメだろ。私そんなつもりじゃ。おいおい、これセーブどっからだ。オートセーブあるんだよね、当然。ないんだ。ないんだね。頑張ったんだけどな。ねえちょっとクリス。あ、エクアリナ、なんだか眠れないんだ。嫌な予感がして。アレクサンドル主催のお葬式終わったね。うん。でもなんだか嫌な思いしちゃったね。パン食べて、元気出して。ありがとう。死ぬパンだよ。つうか。ご両親の寝室イチャついてないが大丈夫か。あら。エカリナちゃん悪いね。なんだか精神のみんな冷たくなっちゃって。でも僕は最後までエカリナちゃんの味方だよ。ママとそういう風にしようと決めたからね。あれ？おはーい！エクレナちゃん、それってもしかして。あ、これはクリスのパンです。困ったね。こんな時に自分の作ったパン渡すなんて。あの子の作ったパンはまだ人様が食べれるような代物じゃないんだ。悪いけど回収させてもらっていいかな？大丈夫。クリスには僕の方から話をしておくから。クリスのパンを手渡した。ありがとう。代わりにこれをあげよう。僕がベッドで夜食に食べようと思っていたんだけど、パパの夜食を手に入れた。新作なんだ。くるみがたっぷりで美味しいよ。今度ぜひ感想を聞かせてほしいよ。いいね。アレクサンドロの、アレクサンドロって呼び捨てにしちゃったけど、そいつのお葬式終わりましたね。
そうだね。明日は除会式みたいだし、慌ただしい日が続きそうだね。そしたらステファン助祭が司祭様だよ。これから聖地はどう変わっていくのかな。マミー、あら、イカニャちゃん、パパにパンをもらったの？パパったらいつも夜中にパンを食べてるのよ。だから太るんだよな。そうね、亡くなってしまったなんてまだ実感が湧かないわ。オルガに祝福された人生だったとは思うわ。明日の夜は除会式みたいだし、もう眠りなさい、エクアリナちゃん。オッケー。じゃあなあ、クリス、君の思いを裏切りに行ってくるよ。じゃあな、また会おうぜ坊主。よし。あら、ちょっと待った、セーブの場所間違えたかな。間違えたな、今セーブの場所間違えた。11分を覚えておこう。そしてまた駅伝の公式記録を更新してやる。ミスターブネー、こちら。おっかねって言ってんだこの野郎。あ、セーブできるようになってる。これ正しいルートではセーブできるんだ。嘘、ファイル10ってもう今回30回っていうことは。はい、帰れのところからシュタート。あ、切符じゃねえ。これ食べられないじゃない。これをあげる。その代わり話をさせて。食わなかったよ。うまい。うますぎる。十万石まんじゅう。埼玉銘菓。十万石まんじゅう。マイナーです。食料ならあるのに。いつもお腹が空いてるんだね。別に。沢尻エリカ、料理がめんどくさい。話をしてみよう。アレクサンドロ、アレクサンドロ司祭は昨日の夜中あんたに会いに来てた。ほいで今朝亡くなってたところを発見された。あんたなんか知ってんだろう。ミルヘルムは司祭が亡くなったことに何か関係してるの？死んだ？あいつが？知らなかったの？あんたは一体何者なんだい、ビルヘルムさん。どうしてこんなところに住んでるの？みんなここを避けてる。話は終わりか。ちょい、帰れ。ちょい待て、ちょま。もう選択肢一個しかないのね。20年前にイミコが殺されたんでしょ。聖地を終焉に導く汚れとして。で、って、帰れ。ちょっと待った。お願い、教えて。あなたは何者なの？20年前のイミコと関係してるんじゃないの？お前に関係ない。でも、私関係ある。そう、カクカクしかじかでこの聖地に来たんです。お父さんのためにもお兄さんを探し出したいの。ディルヘルムなら教えてくれると思って。私がまだ知らないこと。私のお兄さんはまだ生きてるの？何がおかしいな？お前の親、ちょっとエンターキーはまり込んだんだけど。今なんて言った？ちょっと待って、もう一回言ってみろ。自分で捨てた子に今更会いたいだなんて。自分勝手で最低な人間だ。死んだって当然の報いだ。そんなこと。もう帰れ。ちょっと押しすぎじゃないですか。よくよく投げられるな、この聖地では。お前の兄は死んだ。もういない。諦めろ。二度と来んな。結局何もわからなかった。でも、ヴィルヘルムの言ったことも一理あるかもしれない。もしお兄さんがまだ生きてたとしても、
お兄さんは果たして自分を捨てた父親のことを頭からってなんだこれ。頭からってどこから出てきたんだ。私から聞いて嬉しいのかな。頭からってなんだよ。もう帰ろう。さて、ただ翌日あいつだな。クリリンがちょっと気まずいんじゃねえかな。一応セーブしておこうか。このゲーム10時間やってますよ、もう。さて、いや、汚れの洞窟に行きたいんだ俺は。和音来ない、大丈夫。これは何かが燃えてるような匂い。おい待て、嫌な予感しかしないが、汚れの洞窟が先決だ。汚れの洞窟に行かせてもらおう。こっちじゃない。すごい焼き打ちだな。ケロッピーさんじゃなくて、なんつったっけ、ソーニャさん。なんでケロッピーさん出てきたんだ。ソーニャさんのお家だな、これは。こっちじゃないんだ。じゃあ、どこだ。火事で焼けたって言ったよな。教会じゃないな。こっちは。こっちだ、農園。いや、あいつん家じゃないか。下だ、この下。あいつん家ちょっと行ってみようか。あいつん家だ。火事？あれは。ステファン助手、嘘だろ、おい。ステファン助手？なぜだ、あいつが、な、死んじゃった。おい、最悪のタイミングで。な、火事だと？え？アクエリアスさん？エクアリナなの？何が何がエクアリナなのって。イバンさん、クリス、違います。私じゃありません。っていうか、何が。本性を表しよったな。そのものを引っ捕らえろ。おろろ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 ろ、違います。イバンさん、クリス、お願い信じてください。私じゃない。私がやったんじゃないです。まさか、ステファン助祭を手にかけた上で家まで燃やすとはな。魔女だ。小娘は本当の魔女だったんだな。違う。イヴァン、お前は初めからこの女をかばっていたが、思い知ったか。やはり私の目に狂いはなかった。イヴァン、この魔女を野放しにした責任はお前に取ってもらうぞ。覚悟しておけ。明日の朝、審問会を開く。それまで牢屋にぶち込んでおけ。イヴァン、お前が鍵を持っていたな。お前が連れて行け。承知いたしました。あらららら。イヴァンさん、行きましょう。こんなことになるなんて。クリス、どうしよう。グリゴリー様、イヴァン様、フィリップたちはどういたしますか。エクアリナさんとフィリップたちを一緒にいさせる気はありません。今から彼らを出します。あなたたちはここで待っていてください。わかりました。激動だな今回。イヴァンじゃねえの。
どうしたんだよ。静かにしなさい。今からあなたたちを出します。今から？だいぶ気が早いんだな。で、これはどういう風の吹き回しだよ。火事がありました。火事だと？ステファン女祭も亡くなった状態で発見されました。あのジジイ。あれ？お嬢ちゃんじゃん。こりゃ一体どういうことだ？あなたたちは早く家に帰ってください。入っていただけますか、エクアリナさん。お嬢ちゃんが入るんだ。へえ。緊急事態なんです。いいから早くお帰りなさい。はいはい。じゃあな、お嬢ちゃん。セーブできねえや。イバン様、西の崖の魔女も昼間の騒ぎのため聖地の皆が野放しにされているのを不安がっていました。今は牢にも余裕がありますし、こちらに連れてきますか。そうですね、彼女ももうあれから落ち着いたことでしょう。でも今は夜中です。連れてくるのは朝になってからでいいでしょう。審問会までまだ時間があります。あなたは一度帰ってお休みください。それまで私はこちらで彼女を見張っていましょう。イヴァン様にそんなことをお任せするわけにはいきません。お父様のアレクサンドロ司祭だって亡くなったばかりだというのに。私が監修をしましょう。そうですね、わかりました。では少し彼女と二人で話がしたいのですが、構いませんか？うん、わかりました。では私は外におりますね。イヴァンさん、私じゃありません。なぜ入ったのですか？え、汚れの道に入ったのでしょう。私もニコライ予裁法もクリスにその報告を受けて招集されたんですよ。クリスに？クリスに後をつけられてた。私本当にバカ。もう私ったら。その後皆で火事に気づいて現場に行ってエクアリナさんを発見した次第です。私はステファン女祭を殺していません。分かっています。で、家を焼いたんですか？それよりなぜ汚れの道に入ったのか教えてもらっても構いませんか？もう黙ってる意味もない。それにイヴァンさんになら本当のことを話してもきっと大丈夫。本当はこのことになってしまう前にこの人にはもっと早く言うべきだったかもしれない。私は20年前にこの村を出ていったアルフレッドの娘です。やはりそうでしたか。どうして気づいてたんですか？確証はありませんでした。でもエクアリナさんが書庫でアルフレッドのことを調べていた時から何かあるとは思っていました。それなのにずっと私の味方をしてくれていたんですか？ええ、そうです。一緒にいてあなたが悪い方ではないのは分かっていましたから。エクアリナさんのお父様はこの山でお亡くなりになったのですよね。お父様はこの聖地に来ようとしていたのですか？父はこの村に聖地に残した子供に会いに来ようとしていました。死に際にここに子供がいることだけを教えられて、私は亡くなった父のためにもその子供を絶対に探し出そうと思って。見つかりましたか、その人は？いいえ、まだです。そうですか。でも汚れの道にあったのですから、あったのでしょ彼に。彼ってヴィルヘルムのことですか？ヴィルヘルムは一体何なんですか？教えてください、イヴァンさん。彼は、イヴァン様、ニコライ女裁法がお呼びです。突然出てきてごめんの誠にすいまめんでございましゅ。承知いたしました。ただいま参ります。
エクアリナさん、あなたのことは必ず助けます。それまでどうかお待ちこ持ちこたえてください。イヴァンさん、どうしよう。お父さん、使用人の藁人形でも作って暇でも潰してようかな。質問にステファン女祭殺害についてが追加されました。なるほど。ちゅうことで、本日というか今回終了いたしましょう。今回。14分、まあ、11分、19分、ここですね。日中魔女。ビルヘルムについて、ステファン女祭殺害について、確信に迫ってまいりました。ところで、今回、終了いたしまーす。じゃあ、次回、こっからでーす。さよなら、バイチャ。Hold tight to my hand. Don't ever stray. Stay close beside me. Here, locked in your arms. Please let me stay. Don't ever leaveYou are my one love, my true love, because I love you. I'll be your one love, your true love, because I love you.